叔上まだか。船着き場で待とう。叔父上、来ないかと疑った。お話があります。力を合わせれば蒙古の残党を打ち払い島を取り戻せましょう。お前の務めではない。酒井家は武士の身分を失った。この日をもってお前は武士ではない。民のためこの身を尽くしました。悔いはありません。新たな武家が本土から使わされる。領地や屋敷も失われよう。故郷に別れを告げても着いてまいれ。変わらず地頭を務めるのですか。さよう。本土の武士を鍛える任を授かったからな。よかった。蒙古は日の本全土を奪うまで諦めません。奴らとの戦にこの生涯を費やすつもりだ。この務めはお前と果たしたかった。父と子として。それより御妻をめとって家族を作られては。今さら何を申す。ぬかるみにはまったようだ。そこもと手を貸そう。そんな滅相もございません。遠慮いたすな。一人では動かせんぞ。ありがとうございます。見た目より泥が深くて。大きい荷だな。行き先は。城郭へ。クロード様の杖がいるので。杖がおるのか。ご存じない。近々大風を味方に海を渡り原国を焼き尽くすそうです。それは大層な話だ。この荷は全て食べ物です。せめてと思って。まずは泥から出さねばな。このご恩は忘れません。城郭までの道のりは長い。ぬかるみに気をつけよ。蒙古にもな。そうします。あやつの話を信じてはなりません。今はよせ。ついてこい。税などおりません。日ごとにお前の大義に民が集まっておる。将軍様は案じておいでだ。このわしもな。それは無用の思案かと。新しい武家が来たら民は頭を垂れるのだろうか。クロードの名のもと背を向けるのでは。さようなことはさせません。言って聞かせます。お前が手本を見せたのだ。わしに背いたことで民は主を裏切ることを学んでしまった。お前もいつの日か背を刺されるとは思わんのか。さあ馬を降りろ。
ここからは歩く。御意のままに。我が一族の墓所。酒井家の先祖七代がここに眠っておる。お前の母もな。父上も。手を合わせてやらんとな。寂しくなります。そうだな。お前は謀反人になった。私を切れと。クロードは罪人だ。武士に逆らうよう民をそそのかし、己を守るためです。毒でか。もうこの手に渡ったのだぞ。あのままでは民を犬死にさせていました。誉れを捨てたな。誉れが何だとおっしゃる。残念だ。志村の家を途絶えさせるわけにはいかん。新たな子を迎える。この首を見上げに。その首は我が戒めだ。これで最後になるな。いい日和だ。受け取れ。最後の言葉をここに記すがよい。承知しました。我が父と分かるる縁と知ればこそ冥土の蓮に出会うるかも。
も母も見ておるぞ。はい、叔父上。鍛えてやる。酒井家でも古今無類の武者へとな。お前は我が子同然だ。どうする？やります。お許しください。お前に傷つけられた家名は二度と戻らぬ。私を切れば傷は増す一方、死ぬわけにはいかない。私の過ちを正すおつもりか。お前に恨みはない。これはわしへの戒め。誉れある最後を遂げたい。その名を語り継ぎましょう。武器武者佐時王さん、我が父。息子よ。浄土で待っておるぞ。はい。
いつとなるはいつの日ぞ。我が身真実となるはいつの日ぞ。Thank you.
育ってきたのだがな、軍馬と弓と太刀があれば生きていけると思った甘い匂いがするが、太刀にも勝る武器だ。賢治の秘蔵の酒、怪しいものだが、いずれ酒を酌み交わしたい。ユリが母上のために植えた花だ。幾とせも世話をしてくれていたのだな。あなたの息子になることをずっと夢に見ていた。ここに酒井仁を弓取り石川定信の弟子と見る。これで晴れて弟子入りだ。もうこの次は本土の武士、追われる身となるとは。仁、いい隠れ家だね。あんたに合ってる。受け入れねばな。今や酒井家は滅び、俺は罪人となった。志村様のこと聞いた？辛かったろ。いや、なすべきをしたまで。あんたが生きててよかったよ。藩を殺して蒙古軍には趙がいなくなった。これで本土は安心だ。だが兵は残っておる。島から出られぬ以上、土地を奪おうとさらに気負っているはずだ。戦は終わってないんだね。忘れないで。あんたが対馬を守れ。忘れるわけがない。よかった。これからは二手に分かれようか。猛虎を退けるのも手早く済むだろうからな。また会おう。それまで達者で。ああ、達者でな。ばかりか。藩は苦しみながら死んで当然です。ありがとうございました。さあ早く逃げよう。どうぞお受け取りください。
一番手は誰だ？あつちゃった！この剣王が撃てくん！
まだ諦めんぞ。Hit.